どうも、ズーマです。今回なんですけども、ソロスクに挑んできました。で、最近ソロスクをね、昼にやることが多いんですけど、この前夜にやってみたら敵がめちゃくちゃ強くてボコボコでしたね。あんなん勝てる気はしないですね。なんでいつも昼にやることが多いです。さあ、ここで銃声が鳴ってたので見に行きます。いますね。ここに死体箱があるので、ここ漁るんじゃないかと思ってトラップマスを仕掛けておきます。で、銃声鳴らしたから、後ろから敵が来そうなので、クリアリングしつつ、お、漁ってますね。ここはチャンスです。で、やっていく。トラマスかからんかったね。相手は一人か？ダウンだったのでまだいるはずですね。周りを警戒しつつ、ちょっと物資欲しいので、漁りに行きます。で、必ず倒したダウンの敵の死体箱の上にはトラップマスターを仕掛けるようにしています。そのタグを取りに来た時に引っかかるように。さあ、後ろいますね。家の中か。これ相手が顔出すのを待ってます。顔出した出してきたタイミングでやると。水平に通行人 A もやって、ダウンなんで核を入れに行きます。で、倒したらまたトラップマスを仕掛けると。まだ銃声してますね。ボットかな？この特徴はボットかな？けど、ボットだと思って受かったらプレイヤーだったみたいなこと全然あるんで、警戒しながら進まっていこうと思います。ね、スライディングして乗り越えるかと思って、間に入れるかと思ったけど全然無理でしたね。もう何を死んだをやってますね。家の中に入りました。近距離になるのでサブマシンガンに持ち替えます。サブマシンガンは腰打ちが強い。で、あっちにも銃声があったので、まあ、こっちに詰めてこられてもいいように、そこのとこにトラップマスターを仕掛けて、お、やっぱ引っかかってくれましたね。やっていきます。これもボットかな。あんまりボットとプレイヤーの区別がつかないんですよね。多分武器を見て、死体箱の武器を漁ってわかるか、動きでわかるんですけど、あんまりはすぐわかんない。後ろから撃たれてますね。どこや？あれか。やり返していく。ここら辺に車の音がしたので突っ込みます。いますね。で、相手の行動を制御するために反対側にトラマスを仕掛けます。ここで駆け引きをしつつ、お、出てきたと思ったら相手は忍者。これ上取られたので、そこの場所ちょっときついので移動したいですね。この登るアクション怖いって言いますね。と思ったら左から来てる。やばい。しかもフラッシュ。なんで生きてるんだ。HP は後に。右からも来て。幸いなことに気づかれなかったですね。けどまだ油断はできないです。で、バイクが来そうなんで、アゴにもトラマス仕掛ける。と、後ろから撃たれる。屋根はやっぱ強いですよね。ちょっと忍者はそれがあるから強いわ。はい、じゃあ乱射してくるっていうのを引っかかりましたね。僕はキルするに貪欲なんで、
コンをやっていきます。で、詰められないようにまた下にも仕掛けてやり返すんですけど、姿は見えず。上ポジションデザインの毒ガスを投げて追っ払います。そしたらボードで逃げてったみたいですね。で、下覗いたらなんかちょろっといたのでやっていきます。もう一人を見失っちゃいましたね。もう少しで、うん、ここにいたので救急ナインを取ってサーカスに来てます。これプレイヤーかな、逃げててますね。で、中にまだおるっぽい。お、出てきましたね。 SNS やっぱり腰打ちが強い。で、ちゃんとタグ拾われないように仕掛けて、また中にいますね。立っとるね、ラッキーということで。と思ったらこいつがさっきの逃げてった相手っぽいですね。このギリギリなんで生きてるんだろうっていう。これ終わりかな。回復して準備をしていきます。やっぱ SMG 最近流行ってると思うんですけど、これ腰打ちトラマス ×SMG はマジで強いです。また後でちょっとその強さが分かると思うんですけど。で、敵を探しにボードを乗ってると NA の音がしたので、上ですね、これは上にいるので、とりあえずボムを投げると。で、ここ高さあるので、本来ならもうちょっと秒数貯めてから投げてもいいかなと思うんですけど、高さあるので、まあ、そこも考えてちょっと早めに投げてます。で、まあ他のところに夢中っぽいので、後ろからウォーマーもいますね。後ろから攻め寄ります。で、ここ自分ら下なので不利だから、それとりあえずトラマスをここら辺に仕掛けて、でトラマス移動速度も上がるんですよね。なんで自分が不利な位置でも有利に動けるようにトラマスを複数仕掛けて SMG で落ちます。下いますね。で、下なんですけど、トラマスのおかげで移動速度が速く、相手の弾が一発も当たりません。ここを無傷でやっていくと。そう、トラマス ×SMG はこの移動速度上がるっていうのがもう強すぎますね。ぐるぐる動いとったら相手当てられないんで。どうやらあっちの反対側にいそうなので、進めていきましょうか。坂道登るのは大変なんで、ここで勢いつけてボードで一気に上がっていきます。エアドローもあるので、カスタムを取って。ヘリがあるので、これはおそらく周りにいるんじゃないかと。あとはもし蘇生してきた人が、あのエアドローを取れるためにドラマスをしてきます。探しつつ上まで登ります。お、なんかいますね。これは有利だ。ちょっと撃たれそうになったらちょっと避けて車線を切りながらやっていくと。で、このジップラインあるじゃないですか。このジップライン、ここ今一番高いところ、山の一番高いところなんで、おそらくアンチも入ってるし、おそらく登ってくるだろうということで、
ジップラインが登って来られてもいいように前に仕掛けております。エアコンにいます。ぜひぜひやれました。あ、こう角切り入れたいところですね。作成されたらちょっとめんどくさいので、範囲重視のクラスターでクラスターボムを投げていきます。お、右ら辺から銃声ですね。ここにエアボーンが注意、これ出てきたんこいつ、ちょっと分からんけど忍び寄ってきたっぽいですね。あ、このエアボーンを警戒したいですね。お、下こう飛んでくるっぽいので、多分アンチが飛んでくるので、でエアボーン飛んでこられたら不利じゃないですか。なんでエアボーンが飛んできた時に太刀打ちできるように相手がもしかしたら引っかかるかもしれないから、自分の周りにトラマンスを仕掛けます。そう、まあ自分も足速くなるし無事にやれたと。とジップラインの音で、さっきそう予言していたんですよ、このこと。ご視聴ありがとうございます。